ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近やりたいことがあるんだけど、霊夢にも意見聞こうと思ってさ。どうしたの？改まっちゃって、友達の勧めでピーカツをやらないかって言われてるんだよ。どう思う？一概に悪いとは言わないけど、正直言うとあまりいい印象はないわね。見た目がいかつくなるしな。そうかな？まあ派手になるかもしれないわね。そのお友達はもうピーカツやってるの？もちろんだよ。一回で1万円くらいらしいぞ。お手当のこと？お手当というか小手当だな。月に1回くらいやってるって聞いたぞ。小手当？小手当？そういう専門用語があるのかな？でもマリサにはピーカツは合わなそうだけどね。やっぱりそう思うか？自分でも似合わないかと思ってるから躊躇してるんだよ。一度やって失敗したら後戻りできないからな。どっぷりハマらずに、早めにやめれば後戻りはできるんじゃない？試しに1回だけやってみるとか。いや1回やっちゃったら髪の毛相当バッサリいっちゃってるぞ。それじゃ後戻りできないぜ。髪の毛バッサリ？ピーカツってパパカツのことよね？もちろんだよ。省略してパパカツだな。パパ活動を省略してパパ活って意味よね？え？違う違う違う。パンチパーマ活動、略してパパ活だろ。こいつパンチパーマ当てることパパ活と思ってるー。つーかコテ当てってそういうこと？そんなパパ活なら絶対に合わないわよ。はぁ、やっぱり私にはアイパーがいいってことか。アイパーもパンチもやらない方がいいわ。ということで今回は、若い女性がパパ活の末に、男性を丸買いしてしまった事件よ。パンチパーマの末に？どういうコツ？勘違いしたままでいいからとりあえず黙って聞いてて。2018年11月には茨城県で当時18歳女子大生が、パパ活絡みの金銭トラブルで丸買いされたという、凄惨な事件が世間を騒がせたから覚えている人もいるかもしれないわ。犯人の男が落ち武者のような様相で世間の皆さんをゾッとさせたわ。ハゲ取るやないかいズル向けやんけ35歳て。少しは落ち着いて。コメントでまた叩かれるわよ。はい、お口チャック。もう先進めるわね。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。2022年1月21日の夜、池袋のラブホテルで男性 A さんが無残な姿で発見された。A さんの年齢はなんと82歳。そうか。老衰かななぬ？ 82 歳がラブホテル？A さんは胸や太ももを刺され血だらけ、全裸で椅子にもたれかかった状態で見つかったの。ご冥福をお祈りします。そして現場から遠く離れた西八王子駅付近で容疑者が確保され、事件はスピード解決となった。逮捕されたのは、藤井遥香容疑者。24歳女性だったのよ。24歳女性？若いなぁ。そのお相手が82歳の男性か。すごいな。立派なおじいさんなのにものすごくお元気だったんだな。まるで美輪明宏さんみたいだな。おじいさんの説明で美輪さん出しちゃダメ。混乱しちゃうから。ええ？でもカルーセル巻よりも年上だぞ。だからおじいさんの説明でダメなのよ。続けるわよ。だけど逮捕されたのは藤井一人ではなかったの。え？ランのコウのパーの T だったの？いいえ、ホテルにいたのは藤井と被害男性 A さんの二人だけ。でも逃走した藤井を確保した時に一緒にいたのは、小林隆介29歳と小林翔太25歳という二人の男も一緒だったの。どっちも小林？そう、二人は兄弟だったの。被害男性の財布から現金がなくなっていたことから、強盗マルジン事件として捜査されたわ。藤井とその小林兄弟の関係性は何だ？藤井と兄の雄介はかつて、オンラインゲームで知り合って交際していたというの。かつて？ということは今は別れていると？そう。別れてからも藤井は雄介に好意を持ち続けていたらしいわ。雄介はその気持ちを利用する形で、藤井にパパ活相手を探してきたり、出会い系サイトで藤井に体を売らせていたの。倍の俊太郎か。乙女心を利用するなんて最低野郎だな。しかもパパ活などで得た金は一切藤井には渡さず、小林兄弟が搾取していたというの。恋は盲目か？そんなに言いなりにならなくても。いいえ、好意があるからといって言いなりになっていただけではなかったわ。どういうコツ？藤井の置かれている状況を説明するために、生い立ちから見ていきましょう。見ていきましょう。藤井遥香という女。藤井は1997年生まれ、広島県出身である学校に通っていたということなの。ある学校？というと、特別支援学校に通っていたのよ。特別に支援してくれる学校か。その頃からパパ活が始まっていたわけか。そういう支援じゃないわ。なぬ？特別支援学校とは、心身に障害のある児童が通う学校なの。というと藤井にも何か障害があったの？軽度の知的障害があるという情報があるわ。
障害者手帳も持っていたと言われている。なるほど。兄弟が無茶なことを言っても正常な判断ができなかった可能性もあるな。そうね。地元広島の関係者によると、昔から藤井は問題行動を繰り返していたみたい。怒ると手がつけられなかったとか、コンビニや飲食店の従業員として働いていた時は、客の財布から金を抜き取るなどの、行為が絶えなかったと言われているの。スリじゃん。抜き取るってどんな状況だよ。軽度の知的障害では、金銭管理やお釣りの計算が難しいことが多く、抽象的な思考が未熟なことも多い。感情の起伏を抑えたり優先順位をつけることが苦手で、人間関係でもトラブルを抱えやすいわ。地元での問題も起因している可能性は高いわね。そうなのか。生きづらい世界なんだな。かわいそうに。親族からは素行が悪すぎて面倒を見きれない。一生刑務所に入れてくださいと言われてる。相当手を焼いていた印象だな。でもそこまで言わなくてもよくね。そうね。藤井の障害の特徴を理解して、それに対して支援してた様子が感じられないわ。障害者手帳を持っている女の子を一人で上京させるって不思議だもんな。この時点で藤井をきちんと見てくれる人が周りにいたら事件が起きなかったのかもな。そうね。軽度とはいえ知的障害があるなら心配だし、親なら目の届く地元にいてほしいと思うはずよね。上京してからは、キャバクラや夜の店で働いてた時期があるわ。地元でも問題起こしていたのに、人相手の仕事が成り立ってたのか。不思議だな。SNS の書き込みでは、また店を追い出された。とあるから、うまくは立ち回れてなかったみたい。最近では藤井は、池袋の街行く人に声をかけまくって客引きするような、いわゆる立ちんぼという原始的なスタイルで収入を得ていたそうね。街角肉体メルカリ女子か。マリサなりに配慮したのね。けどそんな呼び方はしないわ。それにしても、いい歳した小林兄弟は藤井の金を当てにしてなんなんだよ。このクズ兄弟、仕事は何してるんだ？小林兄弟の地元は八王子で、弟翔太は西八王子のマンションで母親と二人暮らし。母親は病気がちで生活保護を受けていた。翔太は無職で母親の生活保護費を当てにしていたの。病気がちの母親の生活保護を当てにするというクズ界のエース。逮捕時、祐介も食料不詳だったからおそらく無職ね。マンションに兄も藤井も転がり込んでいたみたい。こいつら働きもせず、オンラインで知り合った行為を持ち続けている元カノを利用して、働かせて金銭を得るとか終わってんな。最低野郎 A チームだぞ。なんだか少し、藤井がかわいそうになってきたよ。確かにそうね。小林兄弟のために藤井が何をしたのか見ていきましょう。藤井の犯行。藤井の犯行をもう一度整理するわ。2022年1月21日。東京池袋2丁目のホテルの客室で、82歳の男性 A さんの遺体が発見された。男性は胸と太ももに刺し傷があり、警視庁は22日に住所職業不詳の藤井遥容疑者を逮捕した。はい、ここまで OK です。護身用に持っていたカッターナイフで男性を刺し、トラブルになりカッとなったと話してる。警視庁によると、21日9時45分頃女性の声で、ヤバいから来てと友達から LINE があった。その匿名の110番通報があり、警察がホテルに駆けつけると、衣類を身につけていない男性を発見。死因は右太ももの動脈が切られたことによる出血性ショックだった。改めてご冥福をお祈りします。でもさ、非力な女性がカッターナイフで高齢とはいえ、男性を丸すことって可能なのか？今回の事件のように衣服を身につけてないと、ざっくり切れば出血死する可能性は十分あるわ。ひえええ。そうなのー。争った形跡はなかったものの、男性の財布から現金が抜き取られた痕跡があった。ひどいことするな。っていうか通報は誰なんだ？ホテルの従業員。それが藤井本人だったらしいのよ。なぬ？そうなのか？なんで？わからないけど、泣きながら通報しているからその後逃げたとはいえ、罪悪感を感じていたのかも。でも一旦逃げたのに再び池袋に戻り、規制線が張られたホテル周辺の様子を見に来てるの。放火魔の足取りみたいだな。あれってどういう心理だと思う？そういうやつの心境はわからないけど、ムラムラしちゃったの？犯人は現場に戻ると言われているけど、あれは心理学でいう防衛的な露出行動の一つ。他人に触れられたくない欠点や不安を、指摘されるのを恐れ、自分から欠点や不安を暴露し和らげてるの。よくわからないけど、自ら弱点を晒してるみたいなことか？そう捉えていいと思うわ。頭皮の薄さを笑いにしてた海原遥か彼方師匠もその心理ということか。少し違う気がするわ。だから藤井が戻ってきたのも不安や心配があったのかもしれないわ。自分が犯人とバレてないか。
捜査がどう進んでいるかを確認に行ったのかも。なるほどな。でも警察も心理は十分理解しているから、周辺のヤジ馬は必ずチェックしているそうよ。さすがよね。冒頭でも話したように、藤井をかくまったとして犯人隠避容疑で小林兄弟も逮捕されてる。小林兄弟の地元に藤井を連れ立って逃げたところを、警察が先回りして逮捕に至っているの。警察は動きを把握してたんだな。バレバレだぜ。警察は、藤井と被害男性は過去に接点はなく、その日に初めて会ったと見ているわ。でもトラブルって言ったってその日に初めて会ってて、そこまでのトラブルになる？警察は A さんが入浴している隙に、藤井が A さんの財布から現金を奪おうとして、見つかりカッとなって刺したのでは？と見ているの。藤井は逮捕時配。間違いありませんと容疑を認めているわ。それも小林兄弟に指示されてたんだろうな。東京地検は藤井を傷害致死の罪で起訴している。理由は不明だけど小林兄弟は不起訴処分なの。ええー？不起訴？なんでだよ。もやもやするな。小林兄弟はあの界隈では藤井ともども親父狩りの常習として有名だったらしいわ。叩けば埃が出そうだけど、立件するまでに至らなかったのかもしれない。親父狩りの常習って分かってて警察は何もできないの？藤井は傷害致死と窃盗の罪で、懲役75年くらいの懲役刑になるのではと言われてるわ。被害男性のことを思うと懲役がそれだけなんて、なんとも言えない気持ちになるぜ。それと同時に、おそらく指図していた小林兄弟が不起訴というのもなんとも言えんな。被害男性。ここまで聞いてきて、事件の流れは分かったけど、一点気になってるんだけどいい？どうしたの？ものすごく、その被害男性 A さんのことが気になるんだけど、どんな人物だったの？ A さんは、埼玉市南区に住む身寄りのない一人暮らしの82歳だったの。このお年でも現役の建設作業員で、月25、30万ほどの収入があったみたい。すごいな。それはお元気だ。バリバリの現役じゃないか。池袋のホテル界隈では有名なおじいさんで、よく若い女性といるところを目撃されているわ。週に何度も様々な女性とデートを楽しんでいるようだったの。この界隈では〇〇ちゃんと愛称で呼ばれていたみたいだから顔も広かったらしい。本当に元気な人だったんだな。数年前に奥さんと死別されてるから、寂しさを紛らわすためだったかもしれない。それに警察の調べでは、被害男性と藤井が性行為をした形跡はなかったそうよ。そんなことあるの？性善説すぎる。周囲の証言でも、年齢も年齢だから女性と話すことで満足していたのではと話す人もいるわ。そうか。藤井に出会ってしまったことが不憫でならないな。かわいそうに。最近ではコロナ禍で仕事を失う女性が増えて、パパ活に手を出す人口が増えてきているというの。増えてるってこんな危なそうなのに？増えすぎて女の子側も隠す様子はなくなってる。SNS でパパ活してるノウハウを発信する女性もいる。仕事として成り立ってるというのが怖いわよね。汗水垂らして働いて金銭は得るものだぜ。マリサが珍しく正論ね。パパ活だけでなく出会いカフェも流行ってて、そこから食事やカラオケはいくらでホテルはいくらという風な交渉の場にもなってるみたい。トラブルに発展する事例も増えてるわ。出会いカフェって何するの？会員同士の男女が出会う場を提供する店のこと。女性の利用料は完全無料で、男性利用料の相場は5000円から1万円くらいと言われてるわ。その場の話から目的別の相場でご飯デートで5000円前後、ホテルデートで2万から5万円くらい。最近ではその裾野も広がり、定年退職を迎えた男性をターゲットにした高齢パパ活、いわゆるジジ活も珍しくないというのよ。ジジ活？中にはつつもたせのような詐欺被害も横行していて、高齢者は特に半グレ集団の餌食となる事例もあるみたいよ。世も末だわ。なんてことだ。今回の事件は珍しくなかったのか。高齢者がお元気なのはいいことだけど、逆手にとって不当に金を取ろうだなんて世の中どうなってるんだよ。おかしいぜ。女性も危険な目に遭わないために用心棒として知人男性を待機させたり、ナイフなどを所持して護身する場合もあるみたいで、かなりリスキーなの。藤井も護身用にカッターナイフ所持していたし、以前に危ない目に遭ってたのかもしれないわ。パパ活と言ってもかなりリスキーだし、簡単にお金を得られるわけじゃないんだな。視聴者の皆さんは手を出しちゃダメだぞ。やるならパンチパーマ一択。他にも選択肢あるわよ。ちなみに現場となったラブホテルってかなり曰く付きのところみたいだわ。そうなの？作りがかなり古いというのもあるんだけど、エレベーターが異様な大きさみたいで元病院って情報もあるの。霊感がある人は何度も霊を見てるというし、自丸した部屋も何個かあるみたいなのよ。この事件で曰く付きの部屋がまた増えちゃったもんな。
出張型の大人の店でよく使われるホテルで、廊下や客室から叫び声や怒鳴り声が聞こえるらしく、かなりアングラ空間でカオスらしいよ。何言ってるかはわかるぜ。でもなんて言っていいかわからない気分だぜ。池袋といえば、つい最近2022年7月11日にもラブホテルで18歳女性が丸買いされてるわ。なんだと？また池袋？怖ぁ。メイドカフェに勤める女性を彼女だと思い込んでその女性のスマホを盗み見て、他の男性の存在を発見したことで怒りが爆発し、ナイフで切りつけ首を絞めたという事件なのよ。ご冥福をお祈りします。なんて野郎だ。交際してないのに彼女だと？二人は付き合ってない。従業員と客の関係。身勝手な思い込みの上の犯行よ。しかもイベント参加で出会ってその後3回しか会っていないのに思い込んでるの。それだけ？あたおかだな。最近思い込みによる犯罪も増えているみたい。これもコロナ禍が関係しているかもしれない。素直に会ってコミュニケーションを取らずに SNS でやり取りして、相手の本意を読み取れずに、自分に都合よく解釈して、今回のように自分に好意があるのではないか。きっと彼女だろうと思い込む。という流れで、歪んだ感情から犯罪になる事件が横行しているらしいの。一昔前の文通とか気持ちがこもってたぞ。いつの時代？文通って、やっぱり簡単にお金が稼げるのもダメだし、簡単にコミュニケーションが取れるのもダメだ。トレンディドラマのようになかなか会えなくて、気持ちの行き違いがあってこそ愛は育まれるんだぜ。まさかマリサに愛について教えられるなんて思ってもみなかったわ。ぐっひひゃぐへい。でも本当に人とのコミュニケーションが希薄になって、それが原因の事件が増えた印象ね。小林兄弟の母親。息子二人が逮捕された小林兄弟の母親は取材に。すみません。病気なのでわかりません。とだけ答えてるの。確かに成人した男性だから親からの謝罪は必要ないかもしれないけど、人が一人亡くなってるのに、そういう受け答えではないと思ってしまうよね。そうだな。何よりも先に謝罪だよな。もやもやが止まらないぜ。藤井はもちろんだけど、小林兄弟にも被害男性の命に真摯に向き合ってもらいたいわ。藤井が犯行を犯しているけど、小林兄弟の責任もかなり大きいと思うの。たとえ不起訴であってもきちんと罪と向き合ってもらいたいわ。藤井も犯した罪をしっかり償いながら必要な支援を受けて真面目に人生を歩まないと。そうだぞ。人の命が失われてるんだ。起訴、不起訴関係ないんだ。きちんと自分の犯した罪と向き合ってもらわないと被害男性も浮かばれない。危険が不起訴にしても私が許さないんだぞ。熱いわね。ということで今回は池袋ホテル丸買い事件を紹介したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、霊夢はなりたい人物とかキャラクターある？本当に突然ね。どういうことかしら？自分とは違う誰かになってみたいとか、そういう変身願望あるかなと思って。やっぱり小さい頃はプリンセスに憧れたわね。どの面下げてプリンセスだっつーの。開始10秒で殺意を抱かせるわね。そういうマリサはどうなの？最近いろいろ疲れてるから純粋なアンパンマンがいいな。勇気はみんなの心にあるんだとか言いたい。何どうしたの？マリサらしくないじゃない。キャラがブレてる。やめてやめて。アンパンマンになってた木川クリステルに食べさせて、胃の中から新次郎との会話を盗み聞きしたいんだぜ。何その最高に怖い思考回路は？盗み聞きなら盗聴で十分じゃないの。霊夢、それは犯罪だぞ。こいつに言われると腹立つそれと霊夢、お前にプリンセスは無理だぞ。またまた殺意枠じゃ今回の話をちゃっちゃと進めろ。さらに殺意枠さて今回紹介する事件だけどちょっと混乱してしまうかも。男性に睡眠薬入りの栄養ドリンクを飲ませて昏睡させ、現金や時計などを盗んだ女の事件よ。普通に強盗事件じゃねえか。犯人が送検される映像が世間を混乱させたの。なんでだと思う？いきなりクイズか？なんだろなんだろ。わかったピンポン。マリサ、越後製か、違うか、ガハハハハ。最近あの CM 見ないな。つまんねえ、正解は笑って中指立てたのよ。それくらいだったらまあありそうだけどな。でもそれだけじゃないの。なんだよなんだよ、気になるな。その女の正体は、男性だったの。なんだって？犯人は女だろ？どういうこと？混乱するでしょ？今からきちんと説明するわ。よろしく頼むぜ。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。2013年10月頃、ある47歳の男性が駅に一人でいた女性に声をかけたの。ナンパか。やるな、47歳男性。芸能人で言うと、肌よくとねずっちと同じ年齢ってことか。
チョイス。その女性は自らを、声優をしているアイコだと名乗ったの。居酒屋の後二人はホテルに向かったわ。居酒屋で盛り上がっちゃったか。ラブシーン確定。その途中でアイコは突然、栄養ドリンクを手渡したの。ふぅ。ノリノリじゃねえかアイコ。今夜は朝まで寝かさねえぞってかヒューヒュー。そうね、男性はそう思ったでしょうね。これが事件の幕開けってこと。男性はその後、すぐさま寝てしまったの。もったいねえ。実はドリンクには睡眠薬が入っていて、ホテルに着くなり急激な睡魔に襲われたそうなの。そして目を覚ましたのは翌朝。男性が辺りを見渡してもアイコの姿はなかったのよ。もしかしてお化けの話？嫌だなぁ怖いなぁ。そればかりか、現金や時計までなくなってたの。お化けの仕業か。階段なら階段って言ってよ嫌だなぁ怖いなぁ。男性が警察に届けた時には同様の被害が都内各所で十数件に上ってたのよ。その被害者が共通して口にするのは声優のアイコだったの。キャー連続お化け事件、稲川先生助けて。お化けだと思ってるのマリサだけよ。それに稲川淳二は先生じゃないわ。後に連続昏睡強盗事件だと判明したわ。警察の調べでは、2013年10月から2014年2月にわたって、アイコは犯行を繰り返していたの。時には男性宅に上がり込み同様の手口で、昏睡状態にし盗みを働いた。被害総額は275万円以上にも上っていたそうよ。そんなに何度もやってたのか。すごい女だな。男性と寄ったコンビニの防犯カメラから、ヒョウ柄の帽子をかぶった目鼻立ちくっきりの、アヒル口の美女の映像はすぐに公開されたの。うんうん、それで？しかし、犯人のものと思われる付着物を調べた結果、驚きの展開があったの。というと、DNA 鑑定によると、犯人は男性と導き出されたのよ。うん？男？どういうこと？そう。アイコは男なの。日本中が驚いてこぞって過熱報道されたわ。その男は何者なんだよ。頭が追いつかない。陣の生い立ち。男の名は陣一輝。1984年12月27日長崎県南松浦郡で誕生してる。両親と兄二人との5人家族。長崎か。良いとこだよな。おすすめグルメあったら教えてください。本名陣さやか、長女として生を受けているのよ。おいおいおい長女？やっぱり女じゃねえかよ。騙したなこのハゲ。騙したわけじゃなくて、陣は生まれた時は女として生を受けてるの。ええー？何？意味がわからないんだけど。うん、ややこしいからもうちょっと順を追って説明していくわね。はい。父親はゴルフショップを経営していたんだけど商売がうまくいかなくて自己破産している。それからはギャンブルにハマって借金をしては家族に暴力を振るうような男だったのよ。最低な奴だな。完全な DV クソ野郎だ。そんな父親に代わり家計を支えたのは母親だったわ。昼夜関係なく働く優しい母親を、陣は尊敬していたらしいの。いい母ちゃんだな。それは感謝するよな。どういうわけか二人いる兄とは10年ほど会っておらず音信不通だそうよ。いびつな家族の匂いだな。10年も会わない兄弟って珍しいよな。陣が自分の性に違和感を感じ始めたのは、小学4年生頃かららしいの。自分は女でいいのか疑問を持ち始めたそう。違和感と同時進行で父親の家庭内暴力が悪化。陣が小学5年生の時には鉄アレイであざができるほど、後頭部を殴る暴力を振るわれたのよ。それはもう虐待じゃねえか。小学5年生の女子には抵抗する術もないぞ。生理が来たのが6年生で、悔しくて苦しくて泣き続けたらしいわ。教師にスポーツブラをつけるように言われたことも屈辱だったと言ってる。同級生の女子の中にいることに、だんだん違和感を感じていくようになるの。中学生になると、女子の制服を着ることも嫌がるようになって、体操服で登校していたそうで、長い髪にも違和感を感じて短髪にしていたそうよ。今はジェンダーレス対応とか制服が選べたり、理解もされるようになってきたけど、この時代は理解されるのは相当難しかっただろうな。高校に進学してからも本来の性の女子に馴染めず、1年で中退してるわ。思春期って悩みが多い年頃なのに、特に複雑な悩みだもんな。そうしてジンは20代の頃には、自分は男だと性自認したというの。2010年には乳腺を切除。子宮と卵巣の摘出はしてないけど、男性ホルモンを打ち始めているわ。さらに翌年には一気に改名をしてる。父親からの暴力と自身の性のどうにもできない違和感に、苦しめられるなんて普通なら病気になってもおかしくないぞ。マリサ、いい線言ってるわ。そうなの。父親からの暴力や暴言から身を守るように、人には別人格が宿るようになったのでは？と思われることが起こり始めるのよ。なぬ？どういうこと？これは後でゆっくり説明するわね。じらすねえ。
ジンは性別への葛藤が日に日に強くなり、自分は異常ではないかと自分を責め、みんなに迷惑がかかるとの思いから19歳頃から、何度も、未遂を起こしているの。ダメよ、ダメダメ。もう何が何だかわからなくなっちゃったのかな。かわいそうにな。そうね。何度もっていうことだから自分でも衝動を止められなかったのかもしれない。大量の睡眠薬を飲んで10回以上救急搬送されているわ。ああ。10回以上も?大量服薬後の依然上、相当苦しいと聞くぜ。トラウマになるほど苦しいのにそれを10回以上も?相当死にたいと執着しちゃったのかな。かわいそうにな。何度も大量服薬を繰り返していたから医者から、肝臓の全摘も覚悟しなければならない、と宣告されてしまうほど重症だったのよ。相当臓器に大きな負担がかかったということだわ。その頃、ジンは夜のお店に勤めていたんだけど、同僚の女の子からボディタッチされて、それはふとしたことで、特別なことでもなくごく普通の女の子同士がするような、よくあるシーンだったんだけど、それがジンにとって猛烈な感情となって、過呼吸を起こしてパニック障害などの症状も出始めたの。女が女に触られてパニック？男の心なのに女に触られてパニック？性同一性障害は体と性の違和感に苦しむことが多くて、自分の体が嫌でたまらないって感覚があるの。もしかするとジンもそうだったのかも。嫌でたまらない自分の体に触れられて、反射的に苦しさや絶望が吹き出したのかもしれない。心と体の居心地の悪さが、ジンをより不安定にさせてしまうの。そういうことがあるのか。本当に苦しいんだな。そして23歳の頃性同一性障害と診断を受けているわ。セールドイツ性障害？外国産生姜の安売りじゃないわ。性同一性障害はね、出生時に割り当てられた性別とは異なる性の自己意識を持ち、自らの身体の性と心の性が一致しないことを言うの。自分が自分じゃないような状況だもんな。辛かっただろうな。26歳の頃には信頼していた人物に裏切られたことを苦に、リストカットをして病院に搬送されているわ。どうした？何があったんだよ。詳しくはわからないんだけど、当時ジンが運営していたブログには怪しい書き込みがあるの。なぬ？僕も実践している。お小遣い稼ぎの方法。誰でもできて、稼げる副業の方法を教えます。なんて記述があったのよ。怪しい。怪しすぎる。そうなのよ。もしかしたらお金関連のトラブルも考えられるかもしれないわね。それ以外にも、不安定になってナイフを持ち出して掲示板を傷つけたり、木や信号機に登ったり草を食べるというような異常行動も散見されたの。どうした？気が触れてしまったのか？その時の記憶はないらしいから周囲も不思議に思っていたそうよ。役の中かと思われちゃうぞ。ジンは、自分の気持ちをどうしていいのかわからずに、人を避けるようになり、そしてついに酒に溺れていったのよ。崖から転がり落ちるかのように、どんどん悪い方へ進んでいるな。誰にも相談できなかったのかな。そして2013年、冒頭でも言った通り、男性に睡眠薬入りの飲料を飲ませ、昏睡状態にして金品を奪った罪で2014年7月に逮捕されたわ。ジンは男として日常を過ごし生活していたの。しかし犯行時は女装し女の姿だった。そしてジンは一貫して犯行時の記憶がないと犯行を否定している。あのさ、よくわからないんだけど。女として生まれたけど違和感あって、男になるために一気に改名してるのに、なんで今度は女装してるの？女なんだか男なんだか女なんだかがビビーンなんだけど。マリサが混乱するのも仕方ないわ。警察も報道も当初は混乱を極めたのだから。どういうこと？発覚する驚愕の事実。2014年9月に行われた初公判でジンは一貫して、身に覚えがないと無罪を主張したの。そして驚愕の事実が明かされるわ。なになに？性別とかを超越した生物だった的な？ジンだけに神だったとか？逮捕後にジンの妊娠が発覚している。は？ええー？なぬぬぬぬ？もやもやとかいう次元じゃないぜ。おそらく逮捕前に妊娠していたと思われるけど、ジンは日頃から男性ホルモンを打っていたから、もともと生理がなかったらしいの。お腹の膨らみも感じなかったから本人も全く妊娠はわからなかったそうよ。いやいや、コウノトリが運んできて宿してくれたとでも？既成事実なしにそんなことありえるの？ちょいちょい繰り返される覚えてない記憶にないっていう発言、気になるわよね？しらばっくれてるんだろ？よくある犯人の供述だぞ。それが、それだけではなさそうなの。なになに？気になる。後でゆっくり説明すると言ったことだけど、術後の裁判の証人喚問で、急に幼児のように甘えてきたかと思ったら、ある時は低い男性のような声でつぶやいていた。と証言しているの。声優だからそういう練習してたんじゃないの？確かに声優を名乗ってはいたけど、
この場合は全然違ったのよ。出産に伴い公判は一時停止されたんだけど、再開された公判では一転、起訴内容を認めたのよ。そして、自分は多重人格者だ。犯行は別人格によるもので、記憶はない。と、刑事責任能力を否定しているわ。出たー、多重人格。そんなこと本当にあるの？そして第4回公判ではとんでもないことが起こるの。なんだ？脱ぎ出したか？裁判官が仁に名前を尋ねると、人間、僕元気。と幼い子供のように大きな声で名乗ったのよ。僕アンパンマンの世界観。あまりの状況に、裁判を継続できそうにないと裁判所が閉廷を申し出たその時、お兄ちゃんは悪くありません。と叫ぶように主張して、裁判所内は騒然としたらしいわ。傍聴席にいたら突然、演劇の舞台が始まったみたいなもんだな。第5回公判で仁は、容疑を認める発言をするんだけど驚きなのよ。記憶はないのですが、僕そっくりの防犯カメラの映像証拠がある。だから他の人格が、犯行を行ってしまったと思う。多重人格ってのは本当なのか？刑を軽くしようとか目論んでるんじゃないの？仁の主張が本当だとすると彼が抱える障害は性同一性障害だけでなく、乖離性同一性障害の可能性も出てくるわ。もう障害でお腹いっぱいなんだけど。乖離性同一性障害とは、ストレスやトラウマから自分を守ろうとした結果、一人の中に二つ以上の人格が入れ替わり現れるようになって、自分はこういう存在である、という感覚が損なわれてしまう精神疾患のことよ。まさに仁の幼少期からの悩みや葛藤、家庭内暴力から自分を守ろうとした結果だな。そうかもしれないわね。そして仁には精神鑑定が実施されてる。その結果、自分自身を含む4人の人格がいたそうよ。4人も？鑑定で仁が目をつむると子供のようになっていって、これまでの仁とは全く違っていたのよ。子供の自分を4歳の元気と名乗り、もう1人は男性、そして3人目は女性の人格。それが声優愛子だったの。じゃあ犯行を行ったのはその声優の愛子の時だったってことか。精神科医は赤ちゃん言葉や男みたいに怒鳴ったりする乖離性障害は認めつつも、自分に別人格が多数存在するという乖離性同一性障害まで認定することは困難。逮捕後に作り上げた可能性が高いと指摘している。よくわからないんだけど仁の弁護側は納得したのか？いいえ。別の精神科医を承認申請しているわ。それで？裁判所が呼んだもう一人の鑑定医は、あくまで仁に別人格が存在する可能性は認めつつも、犯行に関しては、仁本人の人格で行ったと判断したの。ん？そんなことどうやって証明するんだ？仁による犯行と裏付け。鑑定医が事件当時の人格が本人だと判断した理由はこうよ。6件目の事件、2014年2月に起きた昏睡強盗事件で、仁の供述に矛盾が生じたことを、検察は見逃さなかったわ。仁の主張では事件1週間前、友人から転勤すると連絡が入り、友人と食事する店を一人で探していた。そうして20代男性と意気投合して寝てしまい、明け方、歩道橋の上で目を覚ました。店を探してる途中で意気投合するものなのか。その間の仁の記憶がないということから、事件を起こしたのは別人格愛子ということなの。ほうほう。もっともな理由だな。ただ、仁の SNS を確認したところ、仁の証言では寝てしまったとされる時刻の、夜11時以降に、転勤するという友人と仁自身がやり取りをしていることが発覚したの。つまり、愛子の人格では連絡をしないであろう、仁の人格がその時間にいたということね。なるほど、なんだか探偵映画みたいな推理合戦なんだぜ。犯人は仁、お前だー。だからずっとそれを解説してるのよ。供述と明らかになった矛盾から6件の昏睡強盗事件は、仁自身の犯行だと判断。乖離性同一性障害ゆえの犯罪とは認められず、懲役15年を求刑、東京地裁は2017年4月28日に懲役10年を言い渡したわ。10年か。意外と長いような気もするけど妥当な線なのかな。でも引っかかるのは、なんで仁の人格でありながら女装をしているんだろうか。これは想像でしかないのだけれど、性にも色々と種類があるらしいの。体が女性でありながら心は男性を、FTM、フィーメールトゥーメール。その逆に体が男性でありながら心は女性を、MTF、メールトゥーフィーメールというらしいの。髪は FTM とされるんだけど、その中には心が男性でありながらゲイという人も存在するそうよ。むむむむ。体は女性で心は男性、で好きになるのも男性ってことか。そうね。ただし FTM で同性愛者という人は1万分の1とも2万分の1とも言われている。それだけ数は少ないけれども、
もしかしたらジンがそれに当てはまったということね。複雑な心の持ち主だったんだな。ところで余談だけど、実刑が言い渡された法廷に姿を現したジンは、異様に白くガリガリに痩せ細っていて、額にあったらしい髪の毛がどんどん後退し、おでこが広くなってしまっていて、イケメン、美人と言われていた頃とは、見る影もなくなっていたそうよ。ほんと悪いことはするもんじゃないわ。髪の毛が後退しているのではない、私が前進しているのだ。それは孫社長の名言ね。そして父になる。ところでジンのお腹の子供はどうなったんだ？日本の法律では妊娠22週目以降の中絶手術は禁じられているの。そのギリギリ直前になって出した結論が出産することだったの。出産したの？やっぱり体は女性だったから妊娠してみたら母性が現れたってことか。全然違うわ。違うんかーい。なぜ出産に踏み切ったのか。ジン自身の言葉を紹介するわ。男のけじめとして産みました。自分は父親になったんだなと思いました。カオス。やっぱり心は男ということかしら。ちょっとモヤモヤしてしまうわ。生まれた赤ちゃんは女の子で、実際にジンと子供が一緒に過ごしたのはたった5日間だけだったそう。乳児院に引き取られ、現在は施設で育ってるわ。そうか。元気に健やかに育ってほしいよ。本当にそうね。それにしても今回はなかなか考えさせられる事件でもあったな。ジンの生い立ちを見てみても、苦しんでなんとか生きてきたことには称賛するし、頑張ってきたとは思うけど、罪を犯すことは絶対に許されない。この事件で本当に乖離性同一性障害で苦しんでいる人たちに少なからず誤解が生じてしまったことが残念でならないな。この病気と診断されたからといって犯罪に走る人などいないんだからな。そうね、その通りだと思うわ。ぐひゃひゃぐへへぐのぐっしゃけしゃ。褒めてないのにキモ。でもマリサの言う通り、この病気を持つ人が偏見を持たれてしまうのは絶対にあってはならないことよね。ジンにはきちんと言い訳せず、自分の犯した罪と向き合って償ってほしいわ。そして更生して幸せな日々を送ってほしいと思うな。ということで、今回は声優愛子事件を紹介したよ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。なんかさ、最近物忘れが激しくて困ってるんだ。あら、それ地味に困るよね。人の名前とか物の名前がパッと出てこないのって気持ち悪いよね。そうなんだよ。だからちょっと練習させて。今からいろいろ思い出してくからお題ちょうだい。地方の認定試験かな。ん、じゃあ童話の名前言ってって。童話な。じゃあ、あれだ。昔々浦島が助けたハゲに連れられて、ハゲヅラ太郎だっけ。浦島太郎よ。なんで浦島が出てんのにハゲちゃうのよ。もっと他の言ってみなさいよ。女の子が狼に食べられちゃう話とかあるでしょ。あれね、おばあちゃんのふりしたハゲに騙されて食べられちゃうやつな。ハゲズキンちゃんだっけ。赤ズキンちゃんよ。どうして何が何でもハゲるのよ。脱毛剤の国にでも住んでるの。いや、だから最初に言ったじゃんか、最近物忘れが激しいって。私の記憶はほぼハゲに汚染されてるんだぜ。けしゃ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 。言うとる場合か。もうやめさせてもらうわ。ありがとうございました。じゃない、なんで冒頭からこんな漫才やって疲れなきゃなんないのよ。いやいや、霊夢もノリノリだったよ。キャッキャキャッキャ。はぁ、じゃあ今日は浦島太郎と赤ずきんちゃんで、いわゆる裏赤女子が P 活の相手をナイフで刺した事件を紹介するね。ちょっと強引すぎるのは置いといて、そもそも裏赤ってなんだっけ。裏アカウントの略よ。秘密裏に設けた匿名アカウントのことね。ってことはもしかして、その投稿って表だって言えない内容だったりするわけ。ええ、裏垢女子とは SNS などで裏アカウントで投稿する女性のことで、裏垢で性的な画像や動画を投稿し、それで収入を得ている子も存在するの。うっとう、そいつは主の画像選びもはかどりますな。そういうのって大体若くて可愛いギャルだもんな。まあ、特に今日は結構大人の内容だしね。ハゲれ悪くない？私としてはワクワクしてるんですけど。ワクワクしちゃダメ。P 活の実態や危険な内情、近寄ったらダメな世界を紹介してくんだから。はーい、真面目に聞きますー。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。今回の事件現場は神奈川県平塚市の JR 平塚駅南口。平塚か、高橋海人の出身地だよな。あと山瀬まみな。ヤバセバビです。モノマネ似てないわよ。事件が起こったのは、ゴールデンウィーク最中の2023年5月4日午後7時42分のことだった。つい最近じゃん。結構大きい駅だろうし、人通りも多かっただろうに。それが、夜だったせいか当日の目撃者は皆無だったの。
事件現場は、駅南口から10メートルもない歩道だったんだけどね。そうなの？そういうこともあるのか、都心なのに。夜道って気をつけないとなんだな。今回の犯人は、自称無職の28歳女性伊藤里乃。被害者は職業不詳の49歳男性 A さん。里乃は、A さんの腹部をナイフで刺してシャツ買いしようとしたのよ。20歳差って、年齢から言って不倫のもつれとかだったんかな。里乃は犯行後自ら人を刺したと110番通報した。署員が駆けつけたところ、A さんは腹部から血を流してしゃがみ込み、近くには血のついたナイフが落ちていたわ。うわうわうわ、ってことは、警察が車で手当てもせず見守ってたってこと？怖すぎー、歌舞伎町のホスト刺したメンヘラちゃんかよ。A さんがあの女に刺されたと話したため、警察はその場にいた里乃を、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕したわ。里乃に抵抗する様子はなかったようね。未遂、ってことは A さんは無事だったの？警察に話したんだもんな。その後、A さんは警察によって病院に運ばれたわ。意識ははっきりしていて命に別状はないものの、重傷ではあったそうね。ひえー、命が無事でよかったよ。早く回復してほしいな。リノは警察の取り調べに対して、殺すつもりでやった。お腹を2回、ナイフで刺した。と素直に、かつ堂々と供述しているというわ。全く悪びれてねえじゃん、なんなんこいつ。そもそも二人の関係は何だったんだってばよ。事件当初は、どうやら二人は知人らしいということしかわからなかったわ。年齢も20歳近く離れてるしな。親子でもなさそうだもん。絶対風の林蔵だって、もしくは風の林助。そこで警察は、二人の関係性やリノの動機などについて詳しく調べた。すると、不倫なんかよりもよっぽど醜悪な関係性が見えてきたの。なんそれなんそれ、めっちゃ気になる。じゃあまずは犯人である、リノの生い立ちから解説していくね。頼んますサロンパス。伊藤リノの生い立ち。リノの出身は岐阜県。岐阜市の一戸建てのマイホームに、両親と弟3人と6人暮らし。3人の弟か、なんか賑やかそう。その頃は親子仲がとても良く、運動会など学校の催しがあると、いつも母親のそばから離れなかったと近所の住民は語ったわ。甘えんぼちゃんなんだな。ところが、リノが18歳の頃、両親は離婚してしまったの。あらららら、多感な時期にな。なんとかお母さんを助けてあげてよ。父親が出て行ったため、市役所職員の母親は女で一つで4人の子供を育てることになった。離婚がショックだったのか、リノは精神的に不安定になったそうよ。マジか、18歳ってことは進路とかにも影響出ちゃってそうだもんな。リノの SNS のプロフィールでは、国立岐阜大学を卒業となってるの。が、知人は一様に首をかしげたわ。どういうこと？知人の話によると、こういうことなの。岐阜大学のことは聞いたことない。でもリノは、実家は医者。おばあちゃんは下の温泉でおかみをしている。と自分が両家出身で、金持ちであることをアピールしていましたけどね。これは全てリノの作り話のようだけどね。つまり、その場その場で経歴を偽っていたってか。こういう子って、相当仲間ってちゃんか自分に自信がないかだよな。もう18歳なんだからそういう虚言癖はやめた方がいいぞ。そんなリノは、今から1年ほど前、岐阜の実家から出て行ってしまったの。1年前ってことは27歳くらいか。急にまたどうして？リノの母親は、周囲に喧嘩して出て行ったと言っていたそうよ。理由は語らなかったそうだけど、近所では母親が再婚したのではと噂されてるみたいね。好きにさせたれって思うけどね。近所も噂すな。母親と絶縁したリノは上京し、千葉県柏市の築35年、2階建ての 1K、家賃月2万7千円のアパートで一人暮らしを始めたわ。家賃安、バイトでも全然暮らしていけそうじゃん。通貨千葉に上京とはこれ以下に。だがすぐに生活は困窮してしまう。ほどなく、リノは自らの体を売るようになったわ。ガビビビーン。展開早すぎー。新宿周辺のホテルにそのまま泊まったり、寝カフェで過ごしたりして、柏市のアパートに戻る日はほとんどなくなっていったそうよ。家賃もったいない。同じアパートの住民もこう証言しているの。家賃も3ヶ月以上滞納して、アパートの管理会社も困っていたようです。それで管理会社が彼女の部屋をそろそろ整理しようとしていた矢先に、あの事件が起きてしまったんだと聞きました。3万弱の家賃が払えないなんてよっぽどだぞ。倍の俊太郎してそれっておかしすぎるだろ。実はリノは、売れないお笑いコンビの B さんと C さんの追っかけをやっていたの。あちゃー、推し活ってやつですか。特に B さんには入れ込んでいたらしく、男女の関係はなかったものの、闇金から借金をしてお金を貢いでいたそうよ。バカかな？絵に描いたような貧困女子じゃんか。
リノがアパートに帰らなくなったのは、借金取りから逃げるためでもあったのよね。ツイッターでも闇金リストの返済飛んで、免許証を晒されて話題になってたわ。20代で結構な波乱万丈っぷり。なんで真っ当に仕事しないんだろうな。ほんとよね。リノの実家の近隣住民も上京してどんな生活をしていたのかと嘆いてたわ。性格もそうだけど、日々の生活ってなんとなく身なりとか表情に出るよね。こいつも結構すさんだ生活を送ってた気がするんだぜ。マリサ鋭いわね。彼女の生活は、まさに後ろ暗いものだったの。と言いますと、リノはパパ活で生計を立てていたのよ。さらに、パパと連絡を取るための SNS に自身の露出写真を載せていたの。ガビビビビーン。ピカツのお作法。せっかくだから、パパ活の用語についてもここで軽く解説してみるね。このチャンネルではよく出る言葉だけど、確かに内容はあまり深掘りしてなかったな。よろしく頼むんだわさ。きっとウプ主も大喜びだな。PP、P カツ、PP カツ。これらはすべてパパ活を意味する用語なの。みんなついてる P っていうのは、やっぱりペニマルの P かな？けしゃしゃしゃ。普通にパパよ。キモいわね。同じような使い方で、アルファベットを含まないものとしては、ピカツというものもあるから覚えておこうね。覚えたところで何の得にもならんわ。私、ピカツで稼いでトンカツ食べる。いやいや一生言わねえわ。次にパパ活をしている女子は P 女子、PJ、P 娘と呼ばれてるの。場合によっては、シュガーベイビーと呼ばれることもあるわ。お砂糖娘。そして大事なのが、条件の内容よ。条件と言いますと？パパ活を始める際、パパと女子でデートの内容やお小遣いの額、大人の関係のありなしを決めることよ。条件に双方が合意していよいよパパ活が始まるの。商談みたいで嫌だわ。ちなみに、顔合わせは条件交渉をする際にお互いが初めて会うことを意味するわ。思ってたんと違う、みたいなのよくありそうだな。で、女子がパパからもらう報酬のことをお手当やお礼というの。これには相場が決められていて、例えば顔合わせをすると5000円という感じね。5000円。会って交渉するだけでそんなにもらえるの？キャバクラの体験入店より割高じゃん。パパもそんな払うんじゃないよ、100円ちょうだい。中には、食事のみといってショッピングやデート、大人の関係などがなく、ただ食事をして、お小遣いをもらって解散する女子もいるわ。こういう人を茶飯あるいは茶飯女と呼ぶそうよ。うっすらマウントの取り合いが見えるの怖いわ。ってことは大人の関係ってやっぱり、おちょめのことね。うっとう。当たり前だけど、ありだとお小遣いは高額になるケースが多いわ。B 活とか行ってますけどそれってもう普通に倍の俊太郎ですやん。結局はおちょめりありきってなんだかな。それ系の隠語はとても多いのよね。例えば、大人ありのことを、体を使って稼ぐことから秩序型とか、下品だ、下品すぎる。挿入なしの行為を口とか、気なしとか、気なし？本番を気と呼ぶようで、本番がないことを気がない。気なし。気なしというようになったのね。ノリタケに謝った方がいいんじゃない？あとはまあ、イチゴはお小遣いが1万5000円ということとか、個別は、ホテル込みでのお小遣いではなく別でお小遣いをもらいますという意味。G ありはゴムのことで、性行為の時にゴムの装着をしてほしいということね。用語が多すぎだぜ。こんなに充実させなくてもいいだろ。必死に覚えようと頑張ったけど無理だわ。裏を返せばそれだけ盛んってことよ。20代の女性はパパ活で需要が高く、幅広い年齢層、それこそ20代から60代のパパが20代の女性を求めているの。キモ。特にアナウンサータイプの容姿を持った女性は人気が高く、相場が一気に跳ね上がるそうよ。〇〇坂系とかな。言うて結局は若くて可愛い子ってことだろがい。ちなみに相場ってどんな感じなの？顔合わせで5000円ってことは大人だと。3万から10万って感じらしいよ。可愛い子は、中には月額契約とかもあるみたいだけど、それも愛人じゃないの？しかし20代そこそこの女子が、いいおっさんをあしらえるもんなのかね。中には、女子に恋愛感情を持ってしまうガチ恋パパ、がストーカーになって、いわゆる厄介パパになる事例もあるし、常に危険と隣り合わせなんだよね。店を通さないってことはそうだよな。ただ、パパ活女子の全てが神パパを探していると言っても過言ではないの。神パパ？ドスケベジジイ捕まえて神？神パパは文字通り神様のようなパパのことで、何もかもパーフェクトを意味するわ。お小遣いも相場以上で、イケメンかつ紳士的な男性って感じね。バカ言ってんじゃないよ。そもそもそんな紳士はパパ活なんてしねえんだわさ。パパなんて性癖の業が深いやつしかいねえよ。パパって概念がもうおかしなことになってるわよね。本物の娘がP活やってたらどうするつもりなんだよ、まったく。ちなみによくツイッターとかで、
神パパがお食事だけで20万くれた、みたいなのは、大体は情報商材とかの詐欺の入り口だから、絶対に騙されちゃダメよ。お小遣いくれるみだらな人妻みたいなやつか。世の中うまい話ってないんだな。まあおかげさまで、なんとなく界隈の雰囲気とか相場はわかったぜ。じゃあここからは、リノが普段どんな風に活動してたかを解説していくわね。あざまる水産。おかしな条件。リノの SNS アカウントは、インスタグラム、フェイスブック、YouTube、それと複数のツイッター。フェイスブックには岐阜大学出身で、東京都新宿区在住の独身と記載してあった。この情報だけだとそこそこなお嬢さんだよね。まあ大学は嘘らしいけどさ。インスタには夜食プラス栄養食と書かれ、ネイルなどごく普通の女子の投稿が数件のみ。ピカツ感は今のところないね。そしてここからが問題のツイッター。鍵付きの本赤と、お笑い芸人の推し活赤。こちらの赤では、不況や課金などかなりハマってる様子が見えるの。闇金に手を出すくらいだもんな。今は SNS で何でもかんでも手軽に繋がれるから怖いんだわさ。ある意味ではリノもその通りよ。彼女の SNS リンクからは、手軽に裏赤に飛べる。ガビーン。リノの裏赤名は静香ちゃんで、内容はピカツについてのものだった。そして話題になったのがこのアイコン写真。逮捕時の素顔とは別人すぎると物議を醸したわ。おい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 、君なんか写真と違わない？これじゃ待ち合わせで絶対に会えないだろ。橋本環奈みたいな顔に加工しやがっておびき寄せるタイプのモンスターか何かか？一応、加工で持ってることは記載してるし、リノのプロフにはこう書かれているの。会社員、28歳、155センチ、72キロ。B、力さん優先平日19時から、と土日に会えます。体重そのままで潔い。まあサバ読んでの72キロの可能性もあるけどね。確かに。さらにピカツ、バイの俊太郎についての条件の記述も書かれているわ。条件、ゴム1、生中 1.5、泊まり2、時間、回数無制限、希望の時間などお伝えください。条件把握したら DM ください。それ以外のお誘い DM はお会いしません。先払いお願いします。1は1万円、1.5 は1万5千円、2は2万円ってとこかしらね。いくらブーデイだからって安すぎるだろ。性病とか怖くないのかな。他にもどんな行為ができるのかの説明もあった。内容は、まさに何でもありよ。これらに加え、サンプル画像というか、自身の卑猥画像も載せていたの。卑猥画像。ラブホのベッドの上での全裸写真や、ハメの鳥まで載せてたみたいよ。一応確認したけど、汚いものを見てしまったわ。え、これに金渡していたす男いたの？珍獣ハンターか何かかな？やっぱり男性は、加工写真で釣られちゃうんじゃないの？ワンチャン期待するとか、まあ現物見て違いますわと思ったとしても、そこから引き返せる豪のものはなかなかおらんわな。モンスターを引き当てるリスクあるから、大久保公園で顔見て物色が流行ってるのかもね。わざわざネットで約束取り付ける意味って何なんだろう？安いのかね？デリだと3から4万ぐらいするから、ピカツの方が安上がりになってるみたいよ。今ピカツで3万以上は、若くて可愛くてスタイルいい好みとも言われてるから、相席居酒屋みたいだな。女子が増えすぎて相場崩壊してる感じかな。世も末なんだわさ。とにかく、リノはこの SNS で奔放に活動してた。状況からわずか1年ほどで様々な男性と知り合い、そして、ついには今回の被害者である A さんと繋がることになるの。ついに出てきちゃったか A さん、一体何のトラブルがあってこうなったのよ。地上のもつれ？お金絡み？解説引き続きよろしくなんだぜ。みだらな関係図。最初に被害者である A さんを軽く説明すると、A さんは独身で母親と平塚の一戸建てに二人暮らし。ご同時？父親が自宅で生花店を営んでいたのだけど、一昨年に亡くなってしまい、それからは70代半ばの母親が清掃の仕事で家計を支えていたそうよ。A さんは？引きこもりというわけではなく、自動車で出かけてはいたみたい。近所の人によれば、おとなしい子で、ちゃんと挨拶をするいい人だそうよ。挨拶は大事だからな。この二人の関係については、共通の知人である40代の男性 B さんが、取材でこう解説してくれたわ。身元は今年2月に出会い系アプリを通じて出会いました。彼女は昨年上京してきたばかりで、パパ活や短期的なバイトで生計を立てていました。僕は Twitter のウバーアカウントを通じて、妻公認でみだらなパーティーや、ハプニングバーに通っており、彼女とは一緒に遊ぶ仲間として出会いました。妻公認でみだらなパーティーやハプニングバーに通ってる B さんとやらもすごいな。ちょっと理解できない種族よね。ハプバーってエロい格好した奴らが乱の高太郎するとこだろ？
っかり知人に会っちゃったら気まずいな。これが本当のハプニング、けしゃしゃ。A さんとは、複数イベと呼ばれるランディンパーティに参加した時に知り合ったそうよ。ランデリンで複数。A さんはそのパーティーの主催をしていたの。まさかの主催者。その時のことを B さんはこう語った。そこで A が、ミモに参加費を渡すか任せぎたいならうちのパーティーに来れば、と誘ったので、ミモを A に任せることにしたんです。登場人物みんなヤバいな。性に関してそんな奔放でいいのかよ。性欲に頭支配されすぎじゃないんだろうか。一回脳内メーカーやってみてほしいぜ。その後、リノが A さんにノリで可愛い大好きなどと言い、A さんがそれに対し、僕も好きだよと言って本気になったとのことよ。地獄かな？まあこれはリノの言い分なんだけどね。リノは付き合うつもりがなかったけど、A さんとイベント活動をした方が稼げると思って、仲良くすることを決めたみたい。自分が稼げると思ってるリノも、リノに利用される A さんも愚かだわ。だが、B さんは2月中旬から3月頭にかけ、リノから A さんに関する愚痴を聞くことになる。どういうこと？パーティーに出たのにギャラをくれないとか、一体言わないで言い合いになったりとか、リノが随分と A さんに振り回されてたみたいなの。B さんに LINE でこう愚痴ってるわ。てかギャラ払わん上に説教してくるから、普通にただ働きなんよな。そんなやつに本気とか言われてもな。いるよねいるよね、プレイの後で上に説教するおじさん。なんで知ってるのよ。ほどなく、リノの A さんへの怒りは爆発する。ある事件が起こったのよ。なになになに？何が起こったの？ちょっと教えてみそ。A さんはツイッターのアカウントを複数持ってて、あらゆる女性に声をかけてたそうなんだけど、リノの女友達もみだらなパーティーに誘おうとしたのよね。あちゃあ。しかも一説には、その友達は風の子で、タダで紹介してくれって言ったみたいなの。リノはこれに切れ、お金がかかると返すも、今度は A さんが激怒したの。どうしてこんなにがめついんだよ。間取って私200円くれよ。よっぽどムカついたのか、リノは B さんにこんな LINE もしてるね。ね、猫殺して。猫？ A さんのあだ名みたい。なんかいろいろ気持ちが悪いよ。さらにリノは、A さんとのトラブルの内容を裏垢に30個以上投稿し、A さんについてこう書いた。A さんにはお金が目的で近づいたわけではない。嘘つけ。経済的にも精神的にも余裕のない、年を重ねただけの人を大人として尊敬できない。お前もな。男性の容姿などに関心がなくおじさまが好き。大人の余裕や知識や経験、寛容さなどを求めている。うるせえバカ。さらに A さんに向けてこうツイートもした。某イベント主催者様へ、基本的にアンチは無視してるのですが、自分の見栄のためにいちいち私の名前を出されて本当に迷惑なので、言いたいことがあるならこそこそせず、かかってきたらどうですか？ビビってるのは自分ですよね。申し訳ないけどどっちもどっちすぎる。SNS でトラブル晒すのっておかしいだろ。自分を全世界に公開してるようなもんなのに。そして A さんへの怒りが抑えきれなくなったリノは、ついに行動を起こしてしまったわ。5月4日、自身の裏垢に犯行予告とも取れる文章を A さんの写真とともに投稿した。自分の発言に責任持てよ。自分がチキンだからって私も同じだと思うな。本当に許せない。頭がおかしい人なら仕方ないけど、自分がまともと思ってるなら責任は取ろうね。責任取らずに逃げるのは、頭のおかしい人のやることだよ。リノは勢いのまま、別の女性名義のアカウントで A さんを平塚駅に呼び出した。おとり赤使ったってこと？この時点で計画的な犯行じゃんか。SNS で不穏な空気を察知した B さんが、何か事件に巻き込まれてるの？事件なら警察に連絡するよ。とリノに LINE で必死に呼びかけるも返答はなかった。午後7時30分過ぎ、平塚駅南口の歩道でリノは A さんと対峙した。逃げて逃げて。現場には人気はなく、二人の異変に気づいた人はいない。リノはおもむろに用意したナイフを取り出し、A さんの腹部を突き刺した。なんてことを。A さんは腹部から血を流してしゃがみ込み、リノは犯行後自ら人を刺したと110番通報したわ。署員が駆けつけたところ、近くには血のついたナイフが落ちていたままだった。何してんだよバカ、それで二人はどうなったんだ？リノはその場で現行犯逮捕。A さんは搬送され、一命は取り留めたの。そいつはよかった。事件後、B さんは近くにいながらもリノの犯行を止められなかったと悔やみ、こう語っているわ。A さんはちょっと変わった性格なので、パーティー界隈で敬遠する人もいましたが、仲間と言って刺すなんて、界隈はいつ何時、摘発に遭うかわからない肩身の狭い世界なんだから、うちは揉めは良くない。A さんの命が助かったことが唯一の救いです。
確かにそれはそうだけど、何かコメント内容がずれてて釈然としない。私が理解するにはまだ早い世界だったようだぜ。一生理解しなくていいわよこんなもん。ちょっとだけその後のリノの様子を語ると、リノは小田原警察署の留置所に収監され、現在は裁判の期日を待つ状態なの。ああ、最近の事件だもんな。ちょっとは反省してんのかな。5月下旬に全ての取り調べが終わったけど、精神的にかなり落ち込んでしまったそうね。でも、精神安定剤を3種類処方してもらって、今は気持ちが少し楽になっているそうよ。3種類って結構だな。いきなりそこまで処方されるもんなの？事件前から安定剤を飲んでたようで、リノは雑誌の取材にこう語っているわ。上京する前の20代前半からよく飲んでいました。実家には自分の居場所がなかったけど、上京後は友達ができて、その友達に救われて薬を断つことができたんです。だからこそ、その大事な友達を A さんが、パーティーに誘い込もうとしたことが許せなかった。リノは事件の詳細についてはそれ以上話そうとはしなかったそうよ。日々の暮らしや体調についても聞いてみると。規則で7時に起床しますが、昼まで何もすることがなく、ゴロゴロと本を読むか寝ることしかできません。マイナス思考に襲われて、気分を切り替えて、の連続です。それでも、全く動いてないのに10キロ痩せました。人生でこんなに一気に痩せたことはありません。と言って、少し笑顔を見せたみたい。習慣を断食道場扱いすんな。何もすることがないわけないだろ。何か口先ばっかで反省してなさそう。リノはやたら饒舌にこう続けたそうよ。もちろん罪を償う気持ちはあります。でも今のことや刑務所に入るだろう。ちょっと先のことばかりを考えていると、精神的に落ち込んでしまうので、とにかく何でもいいから就職とか、出所後、10年後くらいのことを考えてますね。就職できると軽く思ってそうだな。自分の未来を思い描く前に、今は罪と向き合うべきだろ。逮捕当初減刑は求めてないトリノは語ったものの、A さんに対する謝罪の言葉はなかったわ。なんだかなぁ。リノの家族はというと、弟たちは共に取材拒否してるそうよ。そりゃそうだよ。っていうか弟に取材申し込むなよバカ。母親はあの子をよろしくお願いしますというのみで、事件直後も面会には来なかったみたい。近所の人には、娘とは親子の縁を切っているなどと言っていたとの噂だわ。うわぁ。一時の快楽で、大事な縁まで切っちゃったのか。いつか罪を償って、きちんとした生活をしたら家族とも和解できるといいけどね。しかし今回も考えさせられる事件だったぜ。大切な体に値段をつけるなんて本当にどうしてなんだろうね。だって15回も打って15万円って、昼フルタイムで働く方がよっぽどいいんだわさ。前科というものは一生ついて回るから、思うように生きられなくなるのにね。いくらだろうと人生は変えないのに、リスクだらけで自分をこんな値踏みするなんて。自分のことを自分が大切にしなくて、自分のことをこんな安い女だと思ってどうすんだよ。これじゃ何もないじゃん。そんな人間いないんだよ。ほんとバカなことしたな。あら、今日はマリサちょっと優しいこと言うじゃない。だろだろだろ。ぬしゃしゃはゲゲグホッホ。さりげなく笑い声にハゲが入っててマジでキモい。ということで、今回は平塚ウラーカ女子殺人未遂事件を解説したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。くそー。全然見つからないよー。なんでだよー。どうしたの？何かを探してるの？実は YouTube を始めようと思って動画を撮ろうと思ってるんだけどさ、なかなかいいのが見つからないんだよな。動画のネタを探してるってわけね。ヒット企画を出すのって難しそうだもんね。頑張ってね。いや、そうじゃないんだよ。犯罪者を探してるんだよ。犯罪者？最近、痴漢とか捕まえて警察に突き出す系正義感ゴリ押し YouTuber が流行ってるじゃん。言い方悪いけど、確かにそういう人いるわね。自分がやってることも犯罪スレスレなんだけど、悪いやつ捕まえてますずらして正義気取る例のあれ。うん、もうわかったわよ。何か嫌な目にでも合わされたの？あれの真似しようと思って犯罪者を探してるんだけどなかなかいなくてな。霊夢、ちょっと犯罪してくんない？いやよ、そんなこと絶対しないわよ。大丈夫大丈夫。どうせみんなやらせだから。そんなことないわよ。じゃ、カメラ回すからとりあえず痴漢やって。いや痴漢でいいから。それを捕まえるから。エア痴漢って初めて聞くんですけど、行くぞー。用意、アクション。早くして、早く触って。なでなで、なでなで、なでなで、ゴルはてめえ痴漢しやがってなめんなハゲ、てめえ電車で痴漢は犯罪なんだよハゲが。
ぶん殴ってけというけ全部引きちぎってやろうか。金出したら許してやるけどよ。それ恐喝よ。うるせえ黙ってろハゲ。痴漢がしゃべんな。いいから金よこせや。100万で許してやんよ。それ恐喝よ。うるせえバカ。口出すな。金だけ出せハゲ。さっさと出せ100万出せバカ。警察に突き出すぞ。それ恐喝よ。あと5秒で出せ。5、4、3、2、1、はいダメー。倍の200万だゴルア。早く出せハゲが。うるせえ。痴漢捕まえる前にお前の恐喝をやめろー。ほんでハゲハゲ言うんじゃねえわ。ふぅ、正義の味方って気持ちいいんだわさ。押し付けの間違った正義感は NG よ。ということで今回は、間違った正義感に駆られパパ活するおっさんから金を強奪した女の事件よ。なぬ？パパ活親父を懲らしめたのか？おらー、がぜん興味が湧いてきたぞ。それじゃあ、マリサにもわかりやすく紹介してみようと思うわ。よろしく頼むぜ。ということで、ゆっくりしていってね。事件概要。この事件の舞台の一つは、宮城県仙台市青葉区の居酒屋なのよ。土地勘がないからよくわからないけど、仙台市青葉区ってどんなところなんだ？仙台市青葉区は、人口が多く繁華街も多く有していることから他の区に比べると、犯罪率は多い傾向にあるの。しかも住居への侵入罪が目立つわ。こっばー。強盗事件とか空き巣ってこと？こっばー。そのため行政は防犯カメラの設置を推進し、防犯意識を高めている地区なのよ。子育て支援にも手厚い地域だから、子育て世帯に住みやすくなってきてるそうね。そうなのか。ピンチをチャンスに変える作戦だな。頑張れ仙台市青葉区。あれ？通過部隊の一つって言ってなかった？そこもかなり引っかかってるんですけど。それについては後で説明するわね。了解です。話を事件に戻すわよ。2015年6月3日、大学6年の女が仙台市青葉区の居酒屋で、男性に手作りチョコを食べさせたの。その後、眠り込んだ男性の隙を見て、財布から現金とクレジットカードを盗んだのよ。その後、カードで現金も引き出していたの。ちょっと情報が大渋滞で突っ込みどころ満載すぎませんか？どこから行こうかな。まずは大学6年ってどういうコツ？やっぱりそこは引っかかるわよね。もしかして大学院生なのかな？それとも留年しちゃった？女の名前は小浜みどり24歳よ。東北薬科大の6年生なの。ああ、大学6年生ね。いやいやいや、だからそこ引っかかるっつってんだろうがい。みどりの大学は薬科大学なのよ。それは聞いたわい、このカスが。そんなことより6年生が引っかかっとんじゃ言われ。薬学のカリキュラムは修了年限が6年なのよ。つまり6年間大学に通わないといけないってこと。ああそうでしたか。数々の暴言失礼しました。ペロリンコん？ってことはみどりはもう卒業間近だったってことっすか？そういうことね。そして薬科大学はとんでもなく学費がかかる大学なのよ。うぷ主がどれだけ頭が良くても通うことなど到底できない大学ね。なるほど。そういう大学に通えるくらい緑の実家は裕福ということなのかな？ご名答マリサ、勘が鋭いわね。まあね。勘だけは鋭いんだよ。誰が勘だけじゃゴルア、他にもあるわ。情緒不安定かな？何か事情があってお金に困ってたのかな？あとさ、手作りチョコって言ってたよな。こねくり回して冷やし固めたものより、プロが断然うまいに決まってるだろがい。市販最高。えらく興奮されてますが、その辺も含めて順番に説明していくわね。まずは緑の生い立ちから紐解くわよ。おなしゃすしゃす。緑という女。緑は秋田県出身よ。秋田県内ではトップクラスの進学校の高校に入学してる。噂では横手高校と言われてるの。横からて。横手高校といえば、卒業生に多くのアナウンサーがいる素晴らしい高校だわ。そんな進学校を卒業後には東北薬科大学に入学よ。相当頭の優秀な人物だということね。進学校の次は薬科大か、すごいな。私立の薬科大学でも6年間の学費は1200万円以上と言われているの。1200万円。桁違い。そんな大学に通わせるのは、並大抵の経済力では難しいよな。緑の親は何者なんだ？今日のマリサはさえ渡ってるわね。なぬ？緑の父親は地元でクリニックを経営しているの。それなりに裕福な家庭ということね。ふわっふー、金持ち、だから薬科大にも問題なく通わせられるということか。100円ちょうだい。しかも、緑が借りていたマンションは驚くべきところなのよ。父親のクリニックの上のマンションとか？お父ちゃんはさ、娘のことが心配だもんよ。驚くなかれ、なんと、タワーマンション最上階なのよ。うっひょー。最上階ってか、100円でいいです、くださーい。それだけじゃないわよ、そのタワマンの最上階は天然温泉付きの部屋だったというのよ。旅館やないかい、ここまで来たら腹立ってきた。天然温泉とか大学生の小娘に不必要やろがい。
大学生の分際で贅沢させんじゃないよ。贅沢は敵だ。100円お恵みくだされー。そのタワーマンションの家賃は50万円はくだらないと言われているわよ。ごごご、50万円。それだけあれば毎月焼肉キングに行けるぞ。もっといいお店にも行けるわ。父親からの送金も相当額あったそうだから、何不自由ない大学生活を送っていたはずよ。お金に苦労したことないのかよ。落ち葉とか食べたことないんだろうな。私も食べたことないわ。チェ、クソが、ウプ主から生き抜く知恵を学びなさいよ。緑はお嬢様といういでたちで、美人な上に何不自由なく暮らしているように見られていたの。しかも美人ですか？チェックショークソクソクソー。ところが、一方ではこんな情報もあるわ。緑は千家と呼ばれていたの。とんかつの横のあれな、揚げ物の前に食べとくと、胃の消化を助けるらしいからな。ぜひに。千切りキャベツの略じゃないわ。VK にハマる女子を指した通称バンラだった緑は、ビジュアル系を好む女子だったらしいの。そういう先代のバンラを略して千家というらしいの。赤いメッシュを入れた髪型をしたり、派手な格好を好んでしていたみたい。なぬなぬ？さっきと印象が正反対じゃねえか。お嬢様らしい印象は実家にいた頃かもしれないけど、緑にはこういう一面もあったってことね。犯行時も金髪のウィッグをかぶっていたという情報もあるから派手好きそうよね。ほほほう。進学校を出て薬科第6年で24歳。つうことは、現役合格してるだろ？そんでもって、留年もせずにストレートで進級し6年生。真面目な女子大生かと思ったけど、勝手な印象で思い込んだらダメよダメダメ。本当にそうね。犯行時に盗んだ金を緑は美容整形に使うつもりだったと、供述しているのにも驚きを隠せないわ。盗んだ金で整形？何言っちゃってんの？しかも、父親からは不自由ないほどの仕送りがあったはずなのに不思議でしょ？奇妙きてれつ。周囲の人が緑に抱く印象と、当の本人の言動が全く伴わないのよ。確かにそうだな。今一つ掴みきれないぞ。ギャップ萌え。萌え萌えにゃん。それじゃあ次は、緑の犯行についてお伝えするわ。OK 牧場。緑の犯行。2015年6月3日夜、緑は出会い系サイトで知り合った県外在住の男性 A さん55歳と、仙台市青葉区の居酒屋に行き、手作りチョコをプレゼントしたのよ。ごごご、55歳のおっさん。24歳のキチキチ女子大生とおっさん。このおっさんどんなとこ積んできたんだよ。教えてくれよ。どういうこつ？ものすごく必死ね。そして男目線になるのやめなさい。つうか24歳の女子大生も出会い系サイト使うんだな。大学で出会いなんてあるだろ？しかも55歳のおっさん。ああそうか。年上好みなら大学では出会えないか。つうかつうか、初対面で手作りチョコをプレゼントってか？材料費1000円くらいのくせに自分の労力をとんでもなく多く見積もって、お返しにブランド物とかせびる女がいるんですよ。やっちまったなぁ。言うてる場合かぁ、えらく想像を膨らませてくれたところ悪いけど、緑の魂胆はそんなものではなかったのよ。そうなのぉ？このチョコにはとんでもないものが仕込まれていたからよ。刀かな？いいえ。このチョコレートの中には速効性の高い、睡眠薬が入ってたの。その睡眠薬を砕いてチョコに混ぜて、手作りしたらしいの。ガビビビーン。睡眠薬？このチャンネルの名バイプレイヤー。ここの怖い女は、睡眠薬御用達よね。よくわからない女にもらった手作りチョコは、絶対に食べちゃダメなのよ。わかったマリサ？落ちてるものは食べちゃダメ。よくわかった？聞こえてます。話すり替わってませんか？落ちてるものはちゃんと見てから食べます。つうことは、このおじさまは食べちゃったんだな。もちろん食べたわ。居酒屋でお酒が入ってて、判断が鈍ったのかもしれないし、何より出会い系で緑と出会ってるのよ。スケベ根性丸出しに決まってるじゃない。ふわっふー。女子大生に手作りチョコなんてもらったらウハウハで食べちゃうんじゃない？マリモッコリ。確かに目の前で食べてと言われたら食べざるを得ないよな。親父たちの習性を緑は熟知していて、その男心を逆手に取ったやり口だったのよ。してやったり、だとして緑の目的は本当に金なのか？一番は金ではなかったわ。もしかすると、金には困ってなかったから言い訳かもしれない。緑の一番の狙いはこれなのよ。いい歳してお金に物を言わせて遊んでいる変態親父らを懲らしめるためだった。あんだって？あんだって？懲らしめるって、あんた何者だよ？正義のヒーローなの？自分の身を削ってまでヒーローやっちゃったの？それは本当に正義なの？それなんなのさ？緑の一方的な目的のために、手作りチョコを食べさせられた A さんはどうなったと思う？命からがら逃げ出したのかな？そんなわけないじゃないのよ。やっぱりそうか。どんまい A さん。A
A さんは、睡眠薬のおかげで30分後にはすっかり眠り込んでしまったの。うわわわわわわ。それを見計らって緑は、A さんの財布から現金2万5000円とクレジットカードを盗み、その後クレジットカードで100万円を引き出し、アクセサリーを購入するなどしていたのよ。他にも美容整形に使うつもりだったとも供述しているわね。ひゃひゃひゃ、100万円も引き出しちゃうの？大胆なんだわさ。あれ？クレジットカードでお金引き出すにしても、暗証番号必要じゃん。どうやって番号を知ったんだろうな。それがね、緑が言うには簡単だったみたいだわ。朦朧とした被害者に品だれかかって、番号を聞くとすぐに教えてくれた。おっさんうっかりペロ。その番号でなかった場合は運転免許証の生年月日から推測して知った。皆さんも、推測しやすい番号は今すぐやめましょう。ストップ生年月日。仙台中央署は、2015年6月26日に昏睡強盗の疑いで緑を逮捕したわ。A さん、もう知らない人にもらったものは、食べちゃいけないよ。散々だったなほんと。ところが被害者は A さんだけじゃないわ。なぬなぬなぬー。緑の家宅捜索では A さんのほか、男性名義の9人分のクレジットカード10枚が押収されたの。10枚？ 9 人分って言った？緑は同様の手口で他にも男性に犯行を繰り返していたのよ。どんだけチョコ配るんだよ。一年中バレンタインかっつーの。国章さゆり。被害者はすべて、40代から60代の中高年よ。君マロ世代。一般的にバンラの人って男の人に綺麗なビジュアルを求めるじゃない？中高年の親父なんてもの、緑は一番受け付けないんじゃないかしら？どんまい中高年。緑の言葉を借りればお金に物を言わせる変態親父を懲らしめるためだったという。という犯行動機に加えて、こうも証言しているわ。中国人女性などが昏睡強盗で捕まったというニュースを見て、私ならもっとうまくやれると思った。現金化するまでを一連のゲームと考え、完了してクリアと感じるのがたまらなかった。はぁ、何言っちゃってんの？賢いやつの思考回路はよくわからんなバカ。そんで捕まってんだからそのゲームはクリアしてねえんだわさ。そうですよね。高橋名人。緑が特別よ。本当に賢い人はこんな短絡的なことは絶対にしないわ。クレジットカードでお金なんて引き出したら、すぐに足がつくに決まってるじゃないよ。そだねえ。緑は美人と言われ実家も裕福。恵まれた環境なのに犯罪に手を染めてしまった。同じような境遇の怖い女は他にもいたわ。そんなとんでもがあるなんて、そうそういますー？それがいたのよ。このチャンネルで以前に紹介した、美人でお金持ちのお嬢様の事件よ。彼氏にそそのかされて悪事に手を染めた怖い女の秋山千咲も何不自由なく育ち、何でもそつなくこなす女性だったわ。順風満帆だった人生を瞬く間に転がり、落ちていく様は緑と共通するわね。そうだったな。あの千咲も恵まれた美貌と誰もが羨む贅沢な暮らしぶりだったな。この二人の女はどうしてこんなにも奈落の底に落ちていくんだろうな。あまりにも苦労を知らなかったからじゃないかしら？一般的にみんなそれぞれ平等に、苦労や苦悩があるじゃない？お金だけでなく勉強、才能、そしてルックスなんかもそうよね。いろいろ悩み、苦しみ、考えたりして人は成長していくものなんだと思うのよ。可愛い子には旅をさせろって言葉は、昔の人が現代にも言い伝えてきたように、やっぱり人生において、必要なことなのよ。もしかすると、緑も千咲も勉強、ルックス、才能に悩むことがなかったのかもしれない。そして実家は裕福。何でも欲しがれば手に入る生活だったのかもしれないわね。何不自由ない生活で苦労知らずだったのかな？くそくそくそー。そんな生活全然羨ましくないんだかんね。失気症。思い切り羨ましがってるわね。彼女たちは思春期に成長するはずの心の成長が未熟だったのかもしれないわね。なるへそ、なるへそ、うぷ主を見習えよ。苦労しまくり千代子だ。人生には必要な苦労や苦悩はあるのよ。ちなみに睡眠薬は、緑が父親に即効性の高い成分のものを頼み、入手ルートはやはり父親だったわよ。欲しがれば何でも手に入る生活。判決。2016年12月15日、仙台地裁は昏睡強盗に問われた緑に対し、求刑7年、懲役4年の判決を言い渡したわ。被害者は短時間で昏睡状態に陥り、体に大きな危険を伴う可能性もあった。入手が比較的容易な睡眠導入剤を使用しており、模倣性が高く社会的影響を無視できない。盗んだクレジットカードで現金を引き出しており、利欲が目的だった。私が思うに、緑の本当の目的はお金じゃなかったのではないかと思うの。と言いますと、
やっぱり、緑なりの間違った世直しだったんじゃないかしら？緑の悪を懲らしめたいという間違った正義を振りかざしたやり方でね。だけど、結果的に無関係の男性の金を奪ってしまっては、間違いなく犯罪でしかない。自分の犯してしまった罪にしっかり向き合い、反省して社会のためにもホワイトなやり方で、世直しをしてもらえたら、と願うわね。そうだな。ただの私利私欲でないなら堂々とした方法で行えばいいんだぜ。ただ私、ちょっと気になることがあるのよ。なになに？なんだわさなんだわさ。突然そんな言われて気になるんだわさ。緑の動機がどうしても引っかかるの。異様に金に物を言わせた親父を敵視してるでしょ？それがどうした？とはいえ、緑の父親の経済状況も金に物を言わせていたとしても何らおかしくない。まさに裕福な環境だと思うのよ。まさか？緑と父親の関係性が見えてこないから、一概に言えないことなんだけど、緑が父親のことを素晴らしい男性だと思っていたのか、いなかったのかということで、この事件の見え方は180度変わってしまうのよ。ふわっふ、と言いますと、父親のことを万が一、嫌悪していたとしたら、その憎悪が引き起こした事件だとしたら、うってえええ、何不自由なく育ててもらってて感謝じゃないの？本当にそっちの路線だとしたら、かなり闇深い事件じゃないかよ。もし父親への当てつけの犯行だとしたら、被害に遭った方はたまったものじゃないわ。お金持ちには、お金持ちにしかわからない苦悩があるのかもしれないわね。私ら凡人には一生わからない苦悩ってやつなのかな？だからといって、決して許されることではないけどね、なんだか引っかかるのよ。もちろん、緑の父親が聖人君子で素晴らしい男性だからこそ、変態親父が許せないって、いうパターンも、間違いなくあるからね、くれぐれも勝手な憶測で決めつけないように。ほいほい。それにしても、高い学費を払ってもらってもうすぐ卒業という頃に、こんな事件で逮捕だなんて、親にしてみたら、やりきれないわよ。賢い頭してやがるんだからちょっと考えれば、どうなるかわかるだろうが。本当にそうね。誰もが羨む人生を歩んできた緑にこんな転落が待ち受けていたなんて、誰も想像できなかったんじゃないかしら？本人でさえわからなかったのよね。昨今、若者の想像力の欠如が叫ばれてるな。マリサの言う通りよ。想像力を働かして行動をしないと、とんでもないことになるわ。薬学を学び、人々の生活や命を守ってくれる薬剤師さんになるはずだったのに、その知識をこんな事件に使うだなんて、言語道断、決してあってはならないことよ。薬を扱うことを生業にしようと決意した人間が一番やってはならないことね。薬学を真面目に学ぶ学生と薬剤師への冒涜よ。そうだな。霊夢の言う通りだ。薬科大学を現役合格し、大変なカリキュラムと勉強に明け暮れて、留年することなく、6年生まで進学できているんだから、緑はコツコツ勉強に取り組む真面目な女性に違いないのよ。だからきっとやり直せるはずよ。心を入れ替えて、困難に遭遇しても腐らずにしっかり一歩一歩歩んでいってもらいたいわ。そうだな。その通りだな。苦労は勝手でもしろっていうもんな。甘いは直しかけたけど、帰ってきたのは苦い苦い苦労だったってことね。山田くん、座布団全部持ってっちゃって。これで少しでも苦労を味わって、人間を大きくしていてもらいたいわね。そうだぞ。緑はまだまだ若いんだし恵まれたものをたくさん持っているんだ。その恵まれたものをこれからは周りに、少しでも配っていくのが今後の緑の役目だ。あとは私に任せろ、世の変態親父たち、金に物を言わせて女にうつつを抜かすなよ。このマリサ様がホワイトなやり方で成敗してやろうじゃないかよ。覚悟しな。ええ？おっさんの靴下とシャツとパンツを全く洗わずに翌日も強制的に履かせるぞ。半端ない加齢臭に酔いしれるでしょう。そして強烈な匂いに女性も逃げていくさ。おっさんの普段使ってる歯ブラシでトイレを磨いてから洗わずにそっと、いつもの場所に置いといてやるからな。おえ、想像しただけでいづいちゃう。絶対に覚悟しとけよおっさんども。とんでもないやり口ね。これで世直し完了だろ。おえ、何でも私にお任せあれ、けしゃ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 。うっふおほほ、おろろ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 。ぐひゃっふ、おえ、おろろろろろ。マリサが仕掛ける罠の話で、自分がすでにダメージ受けてる。今回は昏睡強盗事件について紹介したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。